っちゃいい感じです。これくらいパワーあってほしいね。やっぱ好きですね、歌うのは。この6人は奇跡的に声色も歌い方も息の吸い方も吐き方も全く違う6人なので、いつかおばあちゃんになったらレコーディングしたいです6人出る。はい、できるまで進むだけ。これは記念です。新時代、うん、新しいグループの歌を新しい気持ちで歌ってみました。駆け出し全力で前へ。私の中の気持ちでは、なんかいつもと違う感じのレコーディングでした。いやでも本当にネクストの曲だなって思いますね。新時代さ、ネクスト。ネクストビッシュの子たちだからこそもらえた歌詞だなと思うので、特別な歌詞かなって思います。世代交代、覚悟というか、次のところに、俺たちは行ってやるんだみたいなところをちょっと見せられたらいいなっていうのが歌詞の中には込められてますね。小さなことでも輝いて見えてくるから不思議。めちゃくちゃいい、はい、この声質の感じとかとても良くて、あと自分たちの存在の意思表明というか明確に心の叫びが書かれている歌詞だったので、次世代のビッシュだと思い込んで歌うことによってかなり感情がこもったんですよ、自然と。やっぱボーイズ&ガールズっていうことで、この一行で誰でも歌える曲ではなくなったなって、うん、ビッシュの曲ではないなっていう感じがするにして、やっぱり歌うのは楽しいなっていうのを葛藤しながら歌うのがすごく好きなので、解散間近でまたこうやってみんなでレコーディングできたことは個人的にはすごく嬉しかったです。